どっすい。マスクザフリーマン TV。 はい、こんにちは、マウロです。今回はですね、めちゃくちゃおしゃれな iPhone ケースを紹介していきたいと思います。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちら、グラマスのシュランケンカーフレザーブックケース iPhone11 プロ用でございます。で、グラマス iPhone ケースでは非常に有名なブランドでございます。僕も過去に動画の中で何度かですね、紹介させていただいたことがございます。なんと嬉しいことにですね、このグラマスを手掛ける坂本ラジオ株式会社さんから、今回ご提供でいただくことができました。ありがとうございます。ね、こんな有名なブランドの方にですね、チャンネルを見ていただいてるっていうのはちょっとびっくりしましたね。グラマスはですね、 iPhone だとか Apple Watch だとか幅広いですね、 Apple 製品のアクセサリーを手掛けてまして、中でも有名なのはやっぱりレザーをした手帳型ケースじゃないですかね。非常に高級感があって、おしゃれということで、人気のブランドでございます。中でも今回は最高級のレザー、ドイツのペリンガー社が手掛けるシュランケンカーフレザーを使用したケースでございます。このシュランケンカーフレザーっていうのはね、エルメスのバーキンなんかでも使われたことで非常に有名でございます。ね、エルメスですよ。セレブ御用達ですからね。というわけですね、グラマスのシュランケンカーフレザーブックケース、早速見ていきたいと思います。それではですね、早速中身の方をちょっと見ていきたいと思います。よいしょ。はい、こちらでございます。早速ね、中身がちょっと見えてるんですけども、おー、このパッケージの外から見ても高級感バリバリありますね。パッケージもめちゃくちゃしっかりしてる。すでにゴージャスです。ちょっと取り出してみますね。よいしょ。せい。中を開けると肩が入ってますね。肩と、はい、簡単なね、取扱説明書が入っております。そしてこちらがケースなんですけども、いやー、いいっすね。めちゃくちゃ高級感ありますよ。こちらがですね、最高級のシュランケンカーフレザーでございます。いやー、美しいっすね。かなりね、このように脂肪が粗いタイプになってまして、このレザー僕大好きなんですよね。なんか僕らが知ってるツルツルしたね、あのレザーっていう感じじゃなくて、もう独特のね、この質感がすごく大好きなんですけども、これですね、同じ革が使用されてるケースを僕以前紹介してるんですよね。こちらがですね、インスタとかでも映えると有名なあのボナベンチュラのケースでございます。これもですね、同じレザーが使用されております。ドイツのペリンガー社の、こちらはシュリンクカーフレザーと記載されてるんですけども、同じレザーですね。質感はですね、非常に似ております。このレザーがですね、僕は大好きなんですよ。で、僕ね、このグラマスのケースで気に入ってるところがあって、この蓋の部分ですね、これがすごくカチッとしてるんですよ。まるで高級な手帳とかノートに使われてるようなこのカチッとしたね、蓋を非常に気に入っております。だからふにゃふにゃ全然しないんですよ。ビシッとしてるわけなんですよね。はい、このようにですね、裏側もレザーになってまして、これも1枚の革で作られてるみたいなんですよね。そしてこれがですね、リップル2というんですけども、グラマス独自のカードホルダーとなっております。大きなポケットなんかはついてなくて、カードは1枚だけ入れれる仕様になってますね。この辺はすごくシンプルです。なんかこのグラマスっていうロゴもね、ブランド品みたいでかっこいいですね。そして裏面の縁なんですけども、このようにですね、革を折り返してステッチするへり返し技法という技術が使われております。これでですね、ケースからレザーが剥がれたりしないように耐久性を高めてくれてるみたいですね。結構安物のケースとかになると、あの湿気とかでね、革が剥がれてくるなんていうレビューもございますからね。そして iPhone 装着する部分、ここもですね、はい、このようにレザーが貼り付けたデザインになってまして、この装着部分もかなり独特な形状してますね。ほら、結構こうね、ざっくり大きくですね、切り替えてまして、すごく独特なですね、取り付け部分になっております。でもこういったところもこだわっていて、めちゃくちゃ高級感ある。ボナベンチュラとか、ここ普通にですね、 TPU 製のケースになってますからね。ちょっとメタリックな感じにはなってるんですけども、全く違いますね。そして嬉しいのが、これスピーカーホールついてます。これが僕欲しかった。こういう手帳ケースってデザインすごくかっこいいので、やっぱり見せたいじゃないですか。そういった時にですね、こう開いて、例えば裏側にカード入れてて、カード見えっぱなしでこうやって通話してるのってかっこ悪いじゃないですか。だからこう閉じたままですね、レザーを見せながら通話ができるわけなんですよね。これボナベンチュラに欲しかったんですけども、はい、ボナベンチュラですね、このようにスピーカーホールがついておりません。ですからこうやって開いてね、電話しないといけないと。
カードとか入れてるとちょっと見えてね、まあ不細工かなって思うんですけど、まあブラックカードとかやったらねめちゃくちゃかっこいいんですけど、それではですねちょっと重さを測ってみたいと思います。よいしょ。重さがですね 74.5g 75g ぐらいかな。まあ手帳ケースということで、決してまあ軽いケースとは言えませんね。まあポケットも1枚だし、こういった蓋の部分とかはね結構薄めに作られてるんですけども、あとは取り付け部分がね大きくカットされたデザインになってますので、まあこれがね若干軽量化には効いてるんじゃないかなと思いますけどね。そして比較のために同じくボナベンチュラの iPhone 11 Pro 用ケースなんですけども、こちらがですね 75g、 まあ同じぐらいの重さですね。まあ特別めちゃくちゃ軽いっていうわけではなさそうですね。ただですね実際にケースを取り付けていきたいんですけども、ケースの取り付け方がちょっと特殊でですね、このように iPhone を取り付ける部分がレザー製になってますので、このままバチッと入れ込むことはできません。引っ張ったりすると破損しちゃうんでね。ですからこの上の部分、これをですねこのように引き抜くことができますので、これを引き抜いてですね上から iPhone をこのように差し込むようにして装着します。そして最後にですねこの帯を iPhone とケースの間に差し込んでカメラ位置を調整して、はい、これで取り付けが OK ですね。まあ、全体がですねレザーでできているということで、ちょっと変わったね、取り付け方法になっております。はい、装着することができました。取り付けるとこんな感じ、そして畳んでみるとこんな感じ。いやーめちゃくちゃ高級感ありますね。今回ですねトープっていうカラーをですね送っていただいたんですけども、かなり大人っぽいカラーとデザインですね。ビジネスマンなんかにはもうめちゃくちゃ合いそうなケースでございます。これ個人的にはちょっとボナベンチよりいいかもね。っていうのがこう磁力でね蓋がパチッと止まるので浮かないんすよ。この蓋が浮かないんすよ。だからすごいねすっきりしてる。でこの蓋も硬くてすごくシャキッとしてますので、ケース全体がさらにビシッとした感じになってますね。いやこれめちゃくちゃいいんじゃないね。このスタイルのまま電話できますからね、めちゃくちゃ映えますよこれ。他にもですねレッドとかオレンジとかかなり鮮やかなねカラーも揃ってますので、女性なんかでも使いやすいと思いますね。まあこうやって持ってみるとね、ケース自体はやっぱり手帳ケースなんで厚みはありますけども、こう全体がねシャキッとしていてかなりスマートな感じです。そして細かいところ見ていきましょう。ボタン部分なんかは大きくカットされてますので、操作はですね非常にしやすいですね。電源ボタンの方もしっかりカットされてます。上の方はですねこうやって一部が、まあ、レザーでですね包み込まれた設計になってまして、そして下の部分はですねスピーカーとライトニングの部分が、まあ、切り替えたデザインになっております。まあ、剥き出し部分多いんですけども、まあ、ケースの縁がですね iPhone よりも広くなってますので、まあ、直接ですね iPhone がガンガンぶつかったりすることはなさそうですね。手帳ケースは意外と保護能力がめちゃくちゃ高いです。そして1点注意なんですけども、このケース全面保護タイプのガラスフィルムには対応しておりません。この取り付け部分のレザーがですね結構ベゼル部分までぐるっと包み込んだ設計になってますので、全面保護タイプのガラスフィルムは、使えないみたいです。これは公式ページでも注意書きとして、記載されております。まあ、手帳ケースなんでこのフリップ部分がですねしっかり画面を守ってくれますので、まあ、ガラスフィルムをつけなくても安心して使えるっていうのはこの手帳ケースのメリットなんですけどね。ですから全面保護のねガラスフィルムをつけてる方は装着前に外してください。その代わりですね iPhone 本来の反射しにくい美しいディスプレイでね、使用することができます。そしてこうやって閉じてもですね画面は消えません。オートスリープ機能には対応してないみたいです。あとはですね本当にシンプルな高級手帳ケースということで、スタンド機能などもついてませんね。スタンド機能ついてるとこの背面側がですねペロッと外れてこうやって立てかけれるようになってるんですけども、まあ、多機能ではなくて本当にシンプルな手帳ケースっていう感じでございます。そしてこのカードフォルダーのリップル2にカードを入れるとこんな感じ。ちょっと適当なカードを入れてるんですけども、このリップル2にも一工夫ございまして、こうやってカードフォルダーの部分がレザーだと経年劣化でだんだん柔らかくなってくるんですよね。そうすると歩いてる時にですねカードがスポッて抜けちゃうことがございます。ですがこのリップル2はですねこうやってホルダーにカードを入れるとこの上部、はい、ここがですね引っかかる仕組みになっておりまして、これでカードがスポッと抜けることをね阻止してくれます。ですからこうやって安全対策もバッチリ取られてる面白いホルダーになってますね。そしてこのリップル2はですね一応2枚までカードが収納可能となっております。そして素晴らしいポイントがですねここなんですけど、今カード2枚入ってます。2枚入ってるんですけども、このように蓋を閉じてもですね蓋が浮いたりしません。このフリップ部分がねシャキッとしてるのと、まあ、磁力でですねバチッと止めてくれるので、カード2枚入れても蓋が浮かないんですよね。これがめちゃくちゃいい。
大抵の手帳ケースってこうやってカード入れると蓋が浮いちゃうんですよね。それがなくてですね、常にカードを入れてもこうビシッとスタイルを保ってくれるわけですよ。ここはめちゃくちゃいいポイントですね。そしてまあ分厚い手帳ケースなんですけどもね、このようにワイヤレス充電にも対応しております。はい、ちゃんと充電マークもついてますね。ただワイヤレス充電は磁気系統のカードを入れてるとカードの破損につながりますので、まあ、ワイヤレス充電するときはね、カードは取り外すようにしてください。これはですね、今までレビューしてきた手帳ケースの中で一番クオリティ高いかもしれない。まあ、高級なねシュランケンカーフレザーっていうのが使われてるのはもちろんなんですけども、まあこのしっかりとした作りですよね。蓋がビシッとしてる、そして蓋が浮かない、このまま通話ができるっていうね、僕が気になってたり、あ、この機能欲しいよねっていうところがしっかり詰まってるケースになってると思います。いやー、めちゃくちゃいいわこれ。自分の持ち物にですね、とことんこだわりたいっていう方には、めちゃくちゃおすすめできるケースじゃないかなと思います。まあ、グラマスファンにはたまらないフラグシップの手帳ケースですね。これは気に入った。まあ、今年でね、 iPhone12 も発売されたらこのケース手に入れてみたいですね。というわけですね、大人気ブランドのグラマスのね、シュランケンカーフレザー手帳型ケース試してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、やっぱり上質なレザーケースっていうのはめちゃくちゃテンション上がりますね。このボナベンチュラのねケースも高級感あってめちゃくちゃ気に入ってるんですけども、このボナベンチュラの気になってたところがこのグラマスのケースではしっかり改善されてるんじゃないかなと思いました。まあブランド違うんですけどね。こうやってね、レザーを見せながらですね、通話もできちゃいますからね。なんかできるビジネスマンになったような気分でございます。まあ、先ほども言いましたけど、カラーのね、ラインナップも非常に豊富で、まあ、女性なんかでもね、選びやすいんじゃないかなと思います。こういう持ち物とかにね、こだわるっていうのは僕非常にね、重要だと思ってて、やっぱりスーツとかでも、ああいうのね、ビシッと身なりを整えるからやる気になるじゃないですか。ね、まあ、こういった iPhone ケースも同じでですね、こうやって整えることで、まあ、お外に出たくなる、仕事をビシッと頑張ろうっていう気分になると思うんですよ。まあ、今まで試した手帳ケースの中でもトップクラスにクオリティ高いと思いますので、とことん持ち物にこだわりたい人にはね、非常におすすめでございます。まあ、ただ、高級ブランドでもね、使われているレザーが使用されているということで、ね、お値段が17,000円とめちゃくちゃ高価でございます。上質なレーザーアイテムにこだわりたい人は概要欄にね、リンク貼ってますので、気になる方は一度チェックしてみてください。自分で買うにはね、なかなか勇気のある金額ですので、彼女は大切な人へのねギフトとしてもおすすめです。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。